お疲れ様です。まあ車のことを語ればキリがないですよね。まあでも私たちも車が好きって言っても車の全般的に詳しかったりとか、なんかそのマニアックなね、カスタマイズとか修理をしてるわけじゃなくて、なんか特定の車種に関していろいろとこう自分なりの深掘りをしてるってことでしょうね。だからね、いるんですよ YouTube でね、あの自分の車のことを話してたら、あのお前は全然詳しくないとかね、なんか乗る権利はないとか、まあ何を言ってるのかなとね、うん、いや自分なりの楽しみ方を自分のお金で自分の世界だけでやってるんですけどもね、うん、横からちょっかい出してきて、なんか羨ましいっすねぐらいだったらいいんですけども、なんか妬ましいんですかね。まあ、今ね、私あのこう街をザーッと流してて、例えばあのフェアレディ Z とか近所に停めてる方がいらっしゃったりとか、 RX7 のマツダのね、うん、あれのちょっと90年式のやつとかを乗ってらっしゃる方がいて、わあなんかこの人とは友達になりそうだなと思うわけなんですよね、車をちょっと見ただけで。でそういう風になんか応援する意識とかね、あなんかええなみたいな気持ちはあるにしても、けえなんだよこんなの乗りやがってみたいに思わないわけですよね。でもこれは私の勝手な主観ですけども、自分がその車においては車、その他のことにはその他の選択肢が少なかった頃っていうのは、なんか自分が手に入れられないものを手に入れてるやつがなんか妬ましくってね、なんか悪いことしてるに違いないとかね、まるでカイジのねベンツ専門で傷つけてるあの描写みたいな感じがあったような気がします。でどっちが楽しいかっていうと、やっぱり自分が持ちたいものを持って楽しみたいように楽しんで、なおかつ同じようなことをしてる人に賞賛を送りたいっていうかね、うわーその気持ちわかるわみたいなね、うん、だからなんかこう吉田さんがね、ずっと R34 乗ってらっしゃって、最初はよく分かんなかったんだけど、あの街を行く R34 にね、ちょっと目が行った時に青とか白とか黒とかあるわけですよ。あ、結構その道の人なんだなと思ったりね、50代とか60代ぐらいの人が乗ってるのを見ると、あ、よかったねその年になって乗れてね、なんかすごくね嫌味じゃなくて応援する気持ちなんですよね。で中古で下ろしてきた方とか、またねあのスペックによってはこうあまり高いスペックとか乗れないけど、でも自分の予算の許す限り、そして自分の追い求める型式のね近いやつ、もしくはそれに類するやつを手に入れた人に対して本当に良かったねと思いますよね、うん、その車って200年前300年前で言うと、その男たちにとってのこう馬なんでしょうね。艶のいい馬とか元気のいい馬とか若い馬とか、それとももう老練で年は取ってるけどもベテランの馬、もういろんなところをね経験して、で馬仲間も顔が広いみたいな、まあ馬の顔が広いっていうのはあるかどうか分かりませんけども、でもいろんな特質があって、馬も確かに中古があったでしょうしね、うん、あの誰々さんからもらってきた馬だよとかね、誰それその高値で育てられた馬だよとか、なんとか農場の馬だよみたいな感じで、なんかねあの歴史を通じて馬車さまざまなものに、まあなんかねこだわりを、移動手段としてじゃなくって自分の体の一部、人生の一部としての、うん、なんか魂をね、あ、まあ乗り分けてるっていうかね、うん、まあなんかこんなこと言ったらまたねあのおかしなことを考えてるなって思われそうですけども、まああるんですよねなんかね、うん、あるな、なんかやっぱりこう宿る魂みたいなもんがね、うん、で好きな車種は違えども、やっぱりこうそれぞれの思いに対する、うん、な感じ方、敬意の捧げ方ってあるのかなと思いますね。まあだからね、なんかね成人式に変な車ブイブイなんか乗ってると、ちょっとなんか残念だなと思っちゃったりするんですよね。まあ気持ちはわからんでもないけども、うん、その車今日だけだろうみたいな、うん、まあまあでもケチをつけるつもりにはなりませんけどもね、自己表現の一つ、それがまあ乗る馬であり車であり服であり時計なのかなと、たまには眼鏡かもしれませんけどね。いってらっしゃい。